がね、一番最初に乗用車を買ったのが AE86 だったんですよ。59年式のアペックス3ドア8バックトレノ赤黒。その後5台乗り継いだりとかしたんですけど、その後時を経て、トヨタさんが、86を出してくれた時に、86というワードだったり86という車にすごくこだわりを持ってた僕としては、まあ、トヨタさんがその86を出してくれたことに感謝の意も込めたりとかしてですね、生まれて初めての新車をですね、86という車で達成しました。それまで中古しか買ったことなかったんで、でまあその トヨタ86をね、新車で買ったのと、こちらの神戸トヨペットさんで新車を購入させていただいたんですけど、その年にですね、ちょうど 86BRZ レースっていうのも始まりまして、で同じく神戸トヨペットさんのドライバーとして、そのカテゴリーに参戦することになりまして、まあ、初年度は途中から出たのもあったりとか でしたけど、2年目からはもうチャンピオン取れたりとかしまして、だからもう9年そのカテゴリーやってるので、もう長いことこの86には乗ってるし、もう、いろいろ隅々まで詳しくなってます。で、今年の 86BRZ レースがこちらの新型車両に変わるということで、今はねまた楽しみなのと、まあちょっとどうなるだろうってちょっと不安なところといろいろありますけれども、ライバルたちも早いので大変そうだなと思いますね。GR86 はですね、まあ本当に今までの1個前の ZA の6から1ランクも2ランクもなんか、楽しさがアップした車になってて、もちろん運動性能とか、まあ、馬力とかいろんなもの、その数値的なものも上がってますけど、乗る楽しさが1ランクも2ランクも上がった車だなというふうに思ってて、僕今回のこの GR86 がすごくいいと思ってる部分は、やっぱりね、ちょうどこの車のサイズ感、車重、パワー、そこら辺が、走ってて抜群に楽しいんですよ。そのアクセルの全開率が高くて、で走る車速域もちょうどいい刺激感のところで、例えば世の中の今スーパーカーで600馬力とかいう車とかね、たくさんいますけど、そうなるとほぼそのポテンシャルを使いこなせない、アクセルの全開率とかもそんなにね使えない。でもこの GR86 このねパッケージがめちゃくちゃもう止まる、曲がる、そして走るっていうところがちょうど気持ちいいぐらいのアクセル回路、全開率だからね、長くも走れるし、本当に運転集中できたり、運転の向上につながったり、でなおかつすごい素性がいいので、なんかね扱う楽しさがすごくあるんですよね。本当まだこれ乗ったことがない人がいらっしゃったら、ぜひ一度体験していただきたいと、これはね本音で思いますね。自動車メーカーから発売される車というのはやはり、万人向けというか、ストライクゾーンを広く、メーカーからしたらどんな方が買ってくれるかわからないし、どんな方が買ってもすぐ乗れるというか、まあ、扱えるようにだったり、いわゆるストライクゾーンを広くしてるじゃないですか。それを、まあ、買った側はもう自分の車になったわけだから、今ストライクゾーン広い万人向けのこの仕様からもうちょっと自分寄りにね寄せていけばいいんじゃないのっていうところはありまして、正直ねノーマルめちゃくちゃ今回いいんですよ。いじらなくてもめちゃくちゃ楽しいんですけど、よく曲がるしよく走るし、なんだけどやっぱりこうちょっと自分色に染めたいというか、こういうねタイヤホイールみたいな変えたり、車高をちょっと下げたりとかして、でも当然もちろんタイヤのグリップ力も上がるし、サスペンションもちょっとハードになるから、もっとロール量が少なくシュッと曲がったりとかするんですけど、
そういう意味では自分の好みにねより寄せていけばいいと思うんですよ。そういうところがカスタマイズの魅力だし、あとは必ずしも人のあこれいいなと思うものは真似すればいいし、別に自分の思いと違うなってものは真似しなくて自由なんで、自分色に染めれるっていうことがカスタマイズのいいところなんで、こうするこういうふうにちょっと手を加えることによってご自身の、まあ、自分の車がよりね愛着が湧くというか愛情が湧くというかより大事にするんでね、もう感情移入していくと思うんで、そういう部分では何でもいいからちょっと買ったノーマルよりはちょっとだけ手を加えてみてはというふうに思いますね。そうですね、僕はやっぱりノーマルの車より車高が低かったりタイヤホイールをこう変えて、まあ、車高単つらい位置ってよく言いますけど、そういうのが好きなタイプなんで、これをみんなに押し付ける気はないです。僕はそういうのが好きなので、やっぱり自分の車はそういうふうにしたい。車を買ったらまずタイヤホイール変えて車高をちょっと落としたい。ただ先ほどもちょっと言ったようにノーマルがすごくいい感じに仕上がってるんです。バランスよくできてるんで、下手にいじるとデチューンになってしまう可能性がある。なんか、ただ下げればいい、ただパーツを変えればいいってなると経験値が少ない、カスタムの経験値が少ない方からしたら実は性能を落としてしまってるかもしれない、ただ乗り心地を悪くしてるかもしれない、そういうところを注意しないといけない。まあ、基本的には、この車の素性の良さを悪くしないように見てくれもよくしていって、まあ、運動性能をもっと上げればなおいいですけど、元がかなりいいのでそこら辺をねなるべくデチューンならずにかっこよくしたいなというところをコンセプトに思ってます。僕は普段はもうレースだったりチューニングカーでタイムアタックしたり、普段からもう刺激のある車はたくさん乗ってるし、で自分の車はそんなにハードチューンはしないタイプなんですよ僕はね。普段使いにが快適で、まあ、だから乗り心地が悪いのは嫌だ。であとはもう年齢もそこそこいってるので、あんまりこうやんちゃすぎるのももうちょっと違う、さりげなく、かっこいいって、スマートでかっこいいって方が僕の好みなんですけど、今回のこの GL86 に関しては何でしょうね、地味すぎず派手すぎずみたいな感じに仕上がってるかなというふうに思います。ちょっと派手めになってますが、それでもその中でもなるべくちょっとシンプルめには仕上げております。というわけで今からこちらの車の詳細をですね説明していきたいと思います。